茨城県高浜駅という駅から蘇我神社に御朱印もらいに行く途中なんですけど、誰も歩いてないっていうよくわからない感じなんだけど、基本歩いてないのかなみんな。でもすごく天気良くていい散歩コースなんじゃないかなって思うのと、あと蘇我神社の系列の耳森神社に寄ってから行こうかなと思ったんですけど、徒歩ではめちゃくちゃ距離があるっていうことに気づいて、今回は蘇我神社のみに行こうかなと思ってます。多分おそらくね、誰も歩いて行ってる人いないような気がする。天気がいいですね。明日雨っぽいんでよかった。なんか久しぶりに休みだけど登山しないっていうそんな日で、すごく快適な一日な感じなんですけど、とりあえず体動かさないとあれだったんで歩いてるけど、しかも全く関係ないけど昨日病院の残業時間 4.5 時間だったからね。釣れるのかな。なので10時に仕事終わって帰って風呂入って飯食って寝て起きてここに来たみたいな、そんな感じでございます。すごくいい、晴れてたら散歩にいいなっていう感じですね。なんかおばあちゃん思いっきり見てるし、日傘おばあちゃん、このコースがちゃんと合ってるかどうか分かってないっていうね、多分道沿いに行けばいいとは思うんだけど、何キロなんだろう、なかなか距離ありますよね。高浜駅から蘇我神社まで、ということで散歩コースのんびりしてきた的な動画でした。御霊シティ、そして誰も歩いてない。この直線200-300メートルぐらいに誰もいないって言われてる人、通ってる人もちょっとボロボロすぎる、加速するボロボロすぎる。多分車で走ってる人もなんであいつ歩いてんだろうって思ってるかもしれない。なんかいいですね、田んぼが一面に広がってて、こんな一面に広がってる田んぼ、なんか女の子と一緒に歩きながら、あ、ここの田んぼ、あ、この田んぼ一体俺の田んぼだけどねみたいな、そんなセリフをちょっと吐きたいなって思います。田んぼ綺麗だし、
タンポポが咲く季節ですね。今が4月3日ですね。でも本当になんか田んぼとか畑とかちょっとやりたくて、ただ広い面積だと自分一人で管理絶対無理なんで、そんな広くないけど結構いろいろ試せる、そんな田んぼが欲しいかな。なんかそれってちょっとペットとかと同じで、ペットも犬やら猫やらウサギやらいてほしいときはすごく癒しな感じだけど、世話をするとなるとずっと見てないといけないからすごく大変だよね。どこも移動できないよねとか、すごく病気になったらどうしようとか、そういったことを考えてたらいろいろと躊躇しちゃう、そんな感じでございます。本当言うとウサギが飼いたいんだけど、結構体温調節っていうか寂しがり屋だしとかもいろいろあって、完全にこう喋ってるうちで誰も歩いてないし、なんかすごくサイクリングしてる人とか多かったりとか、釣りしてる人がいたりとかはいるんですけど、普通に高浜駅っていう駅から歩いてきてるんですけど、でも駅から神社まで歩いている人はおそらくいないんじゃないかなってすごく思います。ただ私の、ポリシーといいますか理念といいますか、自分の体四肢で、そこから行くということを基本理念と置いてまして、なんかタクシーとかそういうのを使っちゃうと早いんですけど、ちょっとなんかこういった寄り道とかが大切だと思ってるんで、すごくタクシー乗っちゃうとつまんなくなっちゃうんでっていうのもあるんですけど、ただたまたま通りかかった車で乗せてくれる方がいらっしゃるとか、そういうことであれば、車移動とかあったりするんですけど、基本は自分の四肢ですね。あそこ止めてるから、あそこもサイクリングロードっていうか綺麗なんだろうな。はい、ということで、まだまだもうちょっと距離があるんですけど、歩いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。